はい、じゃあ今日はね、6月3日の、土曜日が今終わったところです。はい、アタックさんお疲れ様です。どうもお疲れ様です。はい、今日ね、アタックはね、品川の方からね、4時間弱、4時、3時間半ぐらいですね。3時間半かけてね、うちの店にチャリで来たをやってくれた、ね、ギアなしです。はい、ギアなしの普通のママチャリみたいなやつ、ね、1万円ぐらいのチャリですすごいね。で、今から帰るんですけど、みんな、あのな、ちょこっと遠くてもな、頑張れば来れるぞだって、あの遠い皆さんも、でもこれでさ、続々とみんながやってきて事故でも起きたら大変なんだよな。まあ気をつけて、ちゃんとね、安全運転で自分は来たんで、ゆっくり来たんで、はい、ゆっくり来て3時間半。何キロだ ?40 キロ39キロ、まあ40キロです。40キロ、はい、1時間10キロか、はい、ただ、来た感じですね、うん、坂全然ないです。あ、そうなの。ほぼ平道です。まだ平野の中だったね、この辺は。じゃあね、そうですね、ちょこっと、まあ、自分がナビ頼ってきたんで、ちょっとそのルートが、坂があったりしたぐらいなんですけど、普通に来たらほぼ平道です。あ、はい、途中で、東京側で少し山に登るとこあったんですけど、帰りは多分、下りなんで。そうか、はい、わかった。じゃあ気をつけて帰ってください。はい、帰り3時間、じゃあツイキャスしながら帰るそうなんで、もし興味があったらアタック船見先生で検索すると出てくるんで。はい、ですね、うん、来るとき思ったんですけど、うん、話しながらじゃないと辛いんですよ。孤独が一番きついんだろ、体より。そうなんです。そうなんです。体全然きつくないんです。てか、朝早かったからみんな寝てるよね、まだね。それもあると思うんですけど、うん、それともコメントしていただけるとね、うん、話しながら帰れて、うん、こう気が紛れて、そうだね、こう話してると時間を忘れるんですよ。うんうんうん、時間を忘れて、まだ距離あるとかいうの考えなくていいんで。分かった。できれば、はい。じゃあ今から3時間、まあ11時頃にまた着くのかな、7時から4時間。そうか、10時、11時ぐらいで着くと思います。分かった。じゃあこれだからさ、アタックのあれ、ツイキャスのやつはこれ貼っとくからさ。あ、よろしくお願いします。ツイッターは貼っとけんのか。ツイッターの方でいいですか。うん、はい、じゃあみんなこれ見てね、はい、かわいそうな自転車選手に、ね、コメントなり、電話もできるんでしょ。コラボもできるの？コラボ、はい、6人コラボするようにする。すげえ、はい、コメントでですね、読み上げ機能を使って自分の耳にもイヤホンで入るようにしてるので。あ、そっかそっか、店長のおかげで思いつきました、これ。ああ、本当に、はい、のおかげで、そういう風にコメントでコラボしたいですって事前に言ってくれれば、うん、一旦停止をして、そこでちゃんとスマホを操作してってするようにしていくので、はいはいはい、ゆっくりのんびり帰ります。はい、じゃあ今から4時間自転車頑張ってください。はい、頑張ります。そこまでお送りしようか、そこまでどのチャリ？オレンジのこれでギアなしですってのがすげえよな。ギアなしです。ああ、ついてないですか。本当だ。今回のためにこうやってちゃんと空気でも購入しまして。おーおーおお、そうなんだ。バンドで細くて、ね、あの挟まらないやつを買ったんで。風がなんかちょっと強くなってきたね。ちょっと寒いですね。な、意外とな。ちょっと2枚着ぐらいしてから。あるの、上着は持ってるの？あの4枚持ってきてるんで、ちょっと重ね着して帰ります。なんかさ、チャリのあれでさ、充電するっていう、まあ、無理ですね、携帯の充電ですね、ちょっと調べてみたんですけど、うん、なんかそういうのがちょっとなさそうで。そうなんだ。なさそうなんで、手回し発電機も個人で改造したと思うんですけど、うん、自販品ではそういうのがないんだ。なさそうです、ちょっと調べただけなんで。なんかありそうな気がするんで、詳しく調べればありそうですけど、ちょっとなさそうなんで。そうですね。多分ですね、うん、自分この昔ながらのこういうここで回転させて発電機するやつなんですけど、はい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 、これをいじれば自分もできるんじゃないかな。そうだよね、ここで電気発生してるはずだもんね。これをいじればできるんですけど、うん、圧が多分足らないんで、こういうやつ、うん、圧が足らないんで、そこら辺はちょっと自分でいけそうならアタックは詳しいもんね、そういうのね。電気関係得意なんで、うん、そうだよね、ちょっとそういうのを計測したりしていろいろ実験しながら。わかりました。じゃあ皆さん、アタック君今から4時間弱走るんで、応援のコメントなりしてあげてください。また明日は、うん、明日もぶっかえらず来るんで。明日は電車で来い。電車で、さすがに、はい、仕事の日に。わかりました。体力使ってたらするんで。はい、じゃあ雨降らないといいけどな。そうです、大丈夫だと思います。はい、じゃあお気をつけて。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。お邪魔します。